さあ、ということで、トランドです。どうもお世話になったので、トランドの島で、本日はトールマックスのインデックス2やってまいりたいと思います。なんやかんや触るのは2回目。まずは319分の1を乗り越えて、その後に 70% の確率でラッシュに行けるっていう感じみたいですね。今回のカスタムはね、先ロリをやりたいなって思いますわ。まずはね、持ち玉使って回していきたいと思います。持ち玉使ってダメだったんで、1枚目牛乳、いや豆乳、はい、178回転で先ロリ、この先ロリが来た時にこの緊張感のある BGM に変わるのちょっと好き。これは左じゃなきゃいいかな。基本的に左はあんまり良くないので悪くないですね。さあ、ここからまたもう一回スペルインターセプトじゃない。そうですね。スペルインターセプト。エンドに対し強制干渉を開始。CR 変動物語。まあ何も変動はしていないんですが、さあここから何が来るのか。俺にだって強いんじゃねえのこれ。いや、ジャッジメントエースでちょっと期待値下がってるやん。でもまだ6割ありますよ。正解というのは激安。おいおいおい、もうほぼ当たりじゃないかよ。あとイマジンブレイクして完璧じゃない？いや、何回殴る？外れるんですね。はい、23K367回転目でバキロリ来ました。下？下は何？あー、ベツルヘム。変動物語。必ず救ってやる。さあ、ここさっきみたいに大チャンス来れば熱そうだが弱そう。あ、今まで見たことないラインのやつ。あ、まあまあまあしないである。これは一番弱いやつ。今回大丈夫？なんか演出全体的にそんな強くない。まあ4割はあるけどみたいな。
少しはまともなリーチ来ましたね。これ今の今まで保留が変化していないから逆に激アツみたいなパターンありますかね。そういうのないか。テロップアップとかないとちょっと怖いんですが、あーイルミの音、あこれ1個か、1個いける、頑張れまさか今回当たると思わなかった。さあ変動変動変動しろ、来い来い、スイヤー、まだラストチャンスがあるさ。さあここ一撃で決めればいけますよ。チャンスアップでテロップの色が変わったりとか、まあ、最後のボタンがいろいろあったりとか、デバイスがブルブルしたりすればなんかある。さあなんか来い、なんか来い、あー先ロリロリロリローリング、今日はこの後予定あるんでこのラッシュ見て終わります。今回はアクセラレーターの一撃告知のやつでやりたいなと思います。インデックスおなじみのリミットブレイクチャンス、30秒の中で何か違和感があればプチュンして大当たりを速攻でもらえるというゾーンでございますね。さあ何か違和感は現れるのでしょうか。おっつおっつ、今のだけじゃダメなんだ。最強三坂でいうとこの緑まで行った感じかな。もう一丁もう一丁、こっからもう一回行ったら多分不注なのかな。トワルって私のイメージなんですけど、ここから駆け抜けるイメージめちゃくちゃ強いから個人的にはめちゃくちゃ怖い。今回のアクセラレーターも同じなのかな、一発告知系であるのかな、まあ、だからなんか演出が起きたら熱いみたいなパターンなんですかね、まあ、ちょっとこのゾーンでやったのは私初めてなんで。さあ何か来た、何か来た、赤さん、ダッシュ中の赤予告はもう強すぎでは。ここからなんかチャンスアップあんのかな。ここの赤はどうなんだろう、なんかデフォルトな感じもするけどな。うーんどうだこれ、まあでも6割言われるからいけるでしょう。勝ち確定色、負けるんかい。さあダメだったので再びやっていきたいけど、これ赤外したの結構心にくるな。赤って大体ラッシュだったら当たるイメージあるんですよ。さあ当倍紫、まあ紫はそんな強くねえす。ははーん、これはデフォルトだな。そうなるとまずいな。最後の当落ボタンがめちゃくちゃいいのじゃないとダメじゃない。さあ来い、ボタン強い、ボタン弱いけど行ってこい。おお疲れ。さあまた外してしまってだいぶ追い込まれてます。
こっから当てることできるか。ちょ、早送り長い。早送り長いって。あと10ゲーム。ちょっと待って、また駆け抜けるん。私ね、ショートでね、一回ね、上げた時もね、駆け抜けたんですよ。もう嫌だ、嫌だ。駆け抜けば嫌だ。駆け抜けば嫌だ。駆け抜けないでくれー。とっとと駆け抜けたのー。おー、疲れ。ドブペラメダルゲーム、はい、そうだけど本日はこれに非常にしたいと思います。今回は 28K ぐらいで回収が 6K なんでマイナス 22K でございます。駆け抜けさんが多いからせめてね、ラッシュ1回でもね当たるパターンは見たいんでね、それができるまではねリベンジしたいなと思います。それでは本日この事情はお付き合いありがとうございました。お疲れ。